はい、ケモケモフレフレケモノフレンズやっていきましょう。なんか、この始まりの、まあ、決め台詞的なやつ、なんか定まってきたような気がする。ただまだまだ固まってない部分もあるけどね。さて、前回から、前回は、あれですね、ストーリーモードやりまして、で、今回もまたストーリーモードを続けていきたいと思います。の前にですね、招待ガチャ、スペシャルピックアップ、あと1時間だ。あと1時間だけ。でも、250まで足りないので、もうこのまま。じゃあね、変えようっていう話なんですけどもね。まあまあ、今、ガチャらなくても、そのうち出てくるでしょうっていう。で、前回はですね、お友達になってくれ、この11話をクリアしまして、ブラックジャガーさんのね、黒い欲望がこう噴出したわけですよ。ね、あれです。頭なでなでしたい、耳ハムハムしたいっていう、まさにブラックっていうね。さあ、そんなブラックジャガーさんですが、そんなブラックジャガーさんとですね、マレーバッグを助けに行こうということで。そんな終わりでよかったかな。ちょっと時間経ってるから。ちょっと時間経ってるからどういうストーリーで終わったのかがあやふやなんですけどね。で、メンバーどうしよっかな。メンバー変えていこっかな。とりあえず今これがなんか安定してるような感じのメンバーですかね。敵情報を見ながら、属性を変えていこうなんつってねっつって。じゃあほぼほぼこれでいいんじゃないかな。どうしよう。白長津さんとパオパオを連れていこう。ウマ娘どうしようかな。あ、そっか、ドールさんがあれか。不利な属性なのか。じゃあ今回ドールさんをお休みにして、これでいきましょう。ちょっと待てよ。となると、助っ人もちょっと変えなきゃいけないな。助っ人。見事にこの助っ人が分かれますな。じゃあ、恩恵派の荒井さんでいきましょうか。まだ鼻が治ってない。ずう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 いっちゃう。さてさて、言っていきましょう。マレーバク。はあ、はあ、逃げないと。キャー、いや、足に蓋がほどけない。待ってよー、マレーバクさんっていう感じで、このセルリアンがね、巨大セルリアンに追われてるわけですよ。おめ恐竜型セルリアンにね。もしかしたら、あの恐竜型のセルリアン、あの、声がついたら、あの、千葉茂かもしれないですけどね。こっちに来ないで、来ないで。もうダメなの？やだ、私はまだ。誰か、助けて、誰か、助けて。伏せろ、マレーバク。ふえ、ふん。わあ、ここでブラックなヒーロー登場か。というわけで、この一撃を防がれるか。ジャガーのやつに笑われてしまうな。というわけで、ブラックジャガーの登場ですね。確か、ブラックジャガーさん？怪我はないか？大丈夫。どうして私を？話は後だ。今は俺の後ろに隠れている。まあ、かっこいいですね。
さっきまであの耳ハムハムしたいとかあの全力で叫んでた人とは思えない感じですね。ぐわひゃあわわだ大丈夫ですか。大丈夫だ、必ず守りきる。でもあなた一人だけじゃ、一人じゃない、そう一人じゃない。え、次にあいつらが来る、だからそれまで耐える。ああ、そういう感じなんですね。どうしてセルディア、あ、丘くんの、グー、それまで俺が守りきる、だからお前は隠れていろ。どうしてそこまで私を、それは俺が言わせねえよ。ダメ、もうダメだよブラックジャガーさん、よくえて、俺がお前とお友達になりたいからだ、ブラックジャガーさん。正義の家庭教師ミーアキャットの、教育的指導その1、ややこしいから最初からそういえキック、通称ガタクキックですね。ウリア、ちょっと長いし、俺関係ないし。あなたたちは、正義のキックは気持ちがいいですわ。お待たせ、大丈夫だった？マレーバク、よかった、無事だったんだね。ずいぶん遅かったじゃないか。鏡を見て、家ですの。あなたが普通に声をかけなかったせいで、どれだけ面倒なことに。先生、お小言は後です。そうですよ、お小言は後にしてください。これからボス戦なんですからね。スタンバってるんですよ、こっちは。他のセルディアンどもはどうした？全部退治してきたわ。残るはこいつだけよ。ブラックジャガーさんはマレーバクさんと南コアリクイさんを守ってください。南コアリクイって相変わらず言いづらいですね。はい。あとは私たち、探検隊が引き受けます。うむ。隊長さん、ドール、ラストファイトよ。こいつを倒して感動のクライマックスといきましょう。はい。さあ、覚悟しなさい、セルリアン。正義の使者。正義の使者、キャプテン白刀オアシト。あ。私たち、探検隊が相手です。さあ、今日も一緒に、レッツ、ジャスティス。ジャスティス。そうは言っても、ああ、しまった、オートだ。わかりました。そうは言っても、メンバーにはいないんですけどね。で、はい、はい、やっていきましょう。で、今回のメンバーは、新井さんを加えて、メンバーをちょっと変えてみました。まあ、ほとんど、得意属性の、ほとんど、敵の属性に合わせた、メンバーとなっております。が、レベルや攻撃には若干不安がありますので、これクリアできるのかっていうのは、ボスは倒せるのかっていうのはね。新井さんめっちゃキョロキョロしてた。何を見てるんですかね、幽霊ですかね。あ、怖いですね。猫ってさ、なんか何のないとこいきなりじーっと見たりするじゃないか。多分新井さんそれと同じなんじゃないかな。お邪魔、これならどうだ、自慢のパワーマフラー。すごい首を動かしてるけど、あれ首痛くないのかな。この調子で、なんで長いゾウの鼻がマフラーになるのか、ちょっと不思議ですね。不思議遊戯ですね。分かったよ、くらえ。バシッとミラージュパンチ。さすがどうですね、これくらい大丈夫だって。あ、ダメだ、今回鼻がすごい鼻が何ですか、最近2、3日前かな、やっちゃうな、だいぶあ、1週間くらいか、今週1週間くらい、どうも鼻の調子がね、もうこうズル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 きてるんだよね。なんでこんなにズルズル来てるのかわかんないんだけどね。もうすごい滝のような鼻水が出てくるね。なんとか
ごめんね、俺が鼻が悪いトークを、鼻が悪い話をちょっとグダグダとしてた、グダグダとしてたから、シロナガスクジラの獣ミラクルをちょっとミスってしまったね。まあ、ね、一週間前からね、この滝のような鼻水が流れるようになってね。なんとかあれで鼻水の薬でごまかしてたんだけど、鼻水の薬がなくなっちゃったからね。あ、倒した。たまには褒めてもらいたいかな。さすがだな。ケネックはとってもすっごいのだ。そうですね、新井さん、言うとおりですね、ケネックはとってもすごいんですよ。なんだってデストロイモードになれますからね。そっちはフェネックスだ。ブラックジャガーさん、怪我は大丈夫ですか？問題ない。それよりお前たちは兵器のポーズ。あなたいつもそのポーズじゃないですか。もう兵器私も守ってくれてありがとうね。もうすっかり朝だな。ねえ、二人ともお腹空いてない？あ、言われてみればペコペコだよ。あまりにも鼻がズルズルするんで、ちょっと体勢を変えてやってみましょう。スマホゲームはあれだよね。こうやって体勢を変えれるから、体勢を変えてできるから、安定してできるからいいよね。まあ確かに、ね、この近くに美味しい木の実と冷たい水が湧いてる場所があるのよ。冷たい水が湧いてる場所があるの。ブラックジャガーさんも一緒に食べに行く？いいのか？いいのかってこっちが言いたい。ブラックジャガーさん肉食でしょ？いいね、行こう行こう。待て。その前に俺はお前たちに言いたいことが。何？マレーバク、南コアリクイ。俺と、友達に、うん、お友達になろう。なる、友達のポーズ、見てください。もうこの友情全開のポーズを見てください。いや、待て、俺はまだ最後まで。あら、ちゃんと一撃で決められたじゃない。よかったわね、ブラックジャガー。おめでとうございます、ブラックジャガーさん。ああ。というか、あなた、戦いの最中に叫んでたじゃありませんの。これで二撃目なんじゃ。何か言ったか？いえ、何も。終わりよければすべてよしですよ。白桃足強かったよ、すごかったよ、かっこよかったよ、ありがとう。探検隊の皆さんも、ありがとうございました。どういたしまして。お、何ですか、何ですか、その顔は。ブラックジャガーさん、その猫口は何ですか？猫口じゃないな、俺のあれか、あれが見て、あ、猫口だな。何にやけてるの、にやけてるんですか、その顔。なんでもない。うん、そう、でも安心したわ。あなたのようなフレンズがいるなら、きっとこの森も平和ね。行くのか？ええ、私にはまだやらなくちゃいけないことがあるから。正義の味方は忙しいのよ。そうですね、本郷猛も海外飛び回ってましたからね。これからどうするんですか？忘れたの？正義の使者、白桃鷲は警備隊のメンバーでもあるのよ。あなたたちが巨大セルイアンを追うなら、私も協力するわ。本当ですか？ええ、それから、隊長さんにお願いがあるんだけど、私を探検隊に加えてくれない？なんで冒険隊って呼んじゃうんだろうな。白桃鷲さんが、今までの戦いであなたたちのジャスティスをしっかり見せてもらったわ。いやー、そこまでジャスティス見せてたどうかは、ちょっと、疑問なんですけどね。これからも一緒に戦いたいの、お願いできないかしら？追加戦時ですよね。じゃあもうここは、レッツジャスティス！ええ、レッツジャスティス。まあ言動はさておき、実力は確かですものね。よろしくお願いしますわ。白桃鷲さん、これから頑張りましょうね。ねえ、マレーバク、お友達できた記念にフォト撮ろうよ、フォト。お、フォトが出てきますね。あ、そういえば私、逃げてる時にどっかにカメラを落としちゃって。それなら私たちが拾ってますよ。はい、これ。あ、私のカメラ、よかった。ありがとう。マレーバク、カメラなんか持ってるの？ありがとう、トール。ありがとう。あ、そうか。最初のうちに言ってたのか。これから素敵な思い出いっぱい作ってくださいね。あ、お前たちもな。はい。
グッド。焚き火の後始末も完了ね。今日もお仕事頑張らなくちゃ。なあカレンダー、今日はこれからどこに行くんだ。そうね、この辺りの調査も終わったし、次の目的地は九州地方よ。おお、いいな、面白そうだな。ブラックバックちゃん、私たちはどうするの。ふっ、闇あるところに悪ありだ。我らも無論ついていくぞ。闇あるところに悪ありだって。なんかベノムみたいな髪型、ベノムみたいな髪模様をしてるのに、いわゆるあれですか、ダークヒーローってやつですか。決まりね。それじゃあみんな今日も今日も元気に、Here we go っていうのかな。オップス、忘れるところだったわ。あなたもよろしくね、フリッキー。誰やねんお前。なんかこの、なんですか、時々ツイッターで現れる犬みたいな、すごい四足歩行のロボットなんだけど、すごいガシャガシャした動きをする、あれに似てますね。はい、というわけでですね、第1章、暗陰地方とセルリアン、クリアいたしました。ジャスティスな2人を受け取りました。あれ、このポーズ、力の1号、技の2号じゃないですか。白桃鷲が探検隊に加わりましたので、プレゼントをご確認ください。白桃鷲さん、イベントなんですね。ピクニックで遊べるフレンズが増えました。ハードモードが解放されました。わー、ハードですね。期間限定パック追加、レッツジャスティス。ジャスティスな野生解放素材のおまけ付き、白桃鷲を成長させよう。野生解放素材パック A 登場。今から72時間限定。限定なんですか？いやー、72時間限定ってそれはちょっとひどくないですか？なんか好きな時に、あれです。この、購入させてください。購入です。なんか期間限定ってやらんでもいいけど。続いてはですね、第2章、九州地方と密漁者。まっすぐ後ろ、噂の密漁者。というわけでですね、九州地方と密漁者のマップにやってきましたが、それはまた次回に持ち越しまして、今回、クエストモードはここで一旦終了としてですね、他のモードをちょっとやっていきましょうか。ね。ここでようやく他のモードに目を向けるっていうことになりました。さて、白桃鷲を。正義を貫く。百点白桃鷲。私の目からは、誰も逃げられないわ。はい、フレンズ加入、白桃鷲さんです。レッツジャスティス。正義を貫くキャプテン白桃鷲よ。さあ、今日も一緒にレッツジャスティス。そういや、白桃鷲さん戦闘に参加してなかったから声聞いてないんですよね。で、これで白桃鷲さん加入いたしました。あとは、とりあえず一通り受け取ってもですね、これ見てくださいよ。まだ足りない。というわけでですね、力比べはまだできないですけど、まあショップは行きましたね。招待がてもあります。じゃあこのピクニックをやっていきましょう。何の説明もなしに始まったんやけど。じゃあ誰を入れようかな。
なところでしょうか。フードとかありますね。あ、なるほど。これで、あれ、解除された。くそ。じゃあダブルヌーを入れまして、でダブルウマ娘といきまして、でセット完了。ピクニックの編成を変更します。よろしいですか。入れ替えた枠は、獲得までの時間がリセットされます。はい。でこの連中この連中を放置です。ヘルプあるからヘルプ見てみよう。ヘルプ。はい、ピクニックです。ピクニックに行こう。ピクニックとは、元気なフレンズたちがいろんな場所に遊びに行くモードです。遊び続けていると、小さな奇跡を手に、入手できます。小さな奇跡を集めると、ケモキューを上げることができます。遊びに行くフレンズ、まずは登録枠をタッチしてください。一覧からピクニックに行かせたいフレンズをタッチしてください。決定終了ボタンを押すと、ピクニックに出発します。元気について、元気の補充。遊んでいるとお腹が空いて遊ぶ元気がなくなってしまいます。ジャパリフードを食べて元気を補充してもらいましょう。ジャパリフードでフレンズたちの元気が補充されると遊べる時間が、増えていきます。ジャパリフードが足りないときは購入いたしましょう。というわけでですね、ジャパリフードを入れて、この子たちは、8時間、ここで遊べることになりました。とりあえず今お腹いっぱいということですね。じゃあピクニックはここで放置しておきましょう。まあ、次やるときにはピクニックの結果が見れるので、そのとき見てみましょう。さて、なんか、また、充電が出ちゃった。時々出ちゃうんだよね、充電が。ちょうど授業が終わったところなんです。それではですね、次、成長クエストの方を見てみましょう。じゃあ、クエスト、成長クエスト。ストーリーを進めていくと、解放されていくクエストの一つです。フレンズの成長に必要な素材を手に入手することができます。というわけで、ま、簡単に言うと、素材集めですね。なんのあれがないのかな。ゴールド集め。これやってみましょう。今回これやって終わりかな。あ、ピクニックに向かった連中は、ちゃんとここでも選べるみたいですね。じゃあ誰でもよかったか。さあやっていきましょう。ウマ娘、シロナガスクジラ、フェネックさん、でゾウで、ハシビロコを加えた、このメンバーでやっていきたいと思います。まあやっていきたいと思いますっていうのは普通にバトルですからね。多分もうここはあれですね、これ一回見せたら、あとはもう動画界で、ドリル上げとか、そういうのでやっていく、という感じですね。ストーリーも特にないですし。まあ、まだ一撃で、こんな優しいモードでも一撃で倒せないっていうのがね、モードがいいですね。優しいモードで中ボス型セルリアンが出てくるって、ちょっと厳しくないっていう。まあ、もうこの敵もね、結構一撃で倒したり、結構そんな苦労せずに倒したりしますからね。
ろそろフェネックさんの衣装を変えないとな。みんなが無事で何よりだよ。何よりですね。あれ、ミッション1達成してない。なんだこれ。おいおい、1回以上獣ミラクルを活動させてクリア。獣ミラクルですか。あれ、あの弱さで獣ミラクルを、きついなぁ。獣特訓、獣ミラクル特訓、これもあれかな、ストーリーなしかな。メンバー変えようか。ドールさん、コツメちゃん、フェネック、羊、いや、ミーア先生で行こうか。ちょっと待って、クリア条件見とかないと。またさっきみたいに忘れちゃうしね。あー、やっぱ獣ミラクルですね。さあ、獣ミラクルが出せるのかどうかやってみましょう。というわけでですね、さあ、バトルは、ドールさん、コツメちゃん、ミーアキャットに変えて、ハシビロコ、フィネックはそのままで。で、やっていきましょう。で、今回は、あれだ、獣ミラクルが発動できるように頑張っていきましょう。積極的にフラッグを変えて、ハシビロコが、わあ、どうかな、次でいけるのかな。シビロコがたまるのが早いですけどね。写真の効果なんですよ、フォトの効果なんでしょうかね。ほぼハシビロコワンパンですからね。ワンパンマンかっつうね。あ、いけますね。じゃあ、あとは獣ミラクル。眼力だけで殺すフレンズ、素晴らしいですね。これが警備隊の力だ。あれ、ハシビロコ警備隊だったんだ。へえ。さあ、というわけで時間もいいとこなんで、今回はこれで終わりましょうか。ちょうど授業が終わったところなんです。そうですね、こっちもちょうど動画が終わったところなんでね。それでは、次回はですね、第2章を進めていきたいと思います。まあ、なんか、イベントクエストが発生したら、多分その時はそっちを優先させると思うので、何もなければこのままメインストーリーをやりたいと思います。それではまた次回にお会いしましょう。バイバイ。いやー、ゲームって本当にいいもんですね。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。